こんにちは。今日はですね、バイヤーの遠藤さんが祝日のない6月、梅雨の時期ですね、ちょっとテンションが上がらない方に向けてご紹介したい商品を見せてくださいますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、改めまして、私ロハコで加工食品のバイヤー県商品開発担当してます遠藤と申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ6月ということで、6月って祝日がないの皆さんご存知でしたか？自分は敵忘れてまして、祝日がないんだと思ってですね、でしかも6月って、まあ、梅雨の時期でも、まあ、あるので、まあ、すごいこうね、げんなりまあ、する時期でもあるかなっていうところで、まあ、そんな6月をですね、まあ、盛り上げてくれるであろう、ちょっとおすすめのちょっと商品を今回ご紹介したいなと思います。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、ちょっと今回ご紹介するのがですね、こちらの。これですね、ちょっと言ってみますよ。はい、稲葉さんの、タイカレーとガパオの缶詰になります。これなんかこう珍しいですよ ね多分皆さんよく見たことがあるのはこちらの、そうそう、ね、こっちはねよくお店とかにも見ますよね。そうそう、うん、まあロハコでももちろん販売してますし、うんうん、まあお客様のご自宅の近くにあるコンビニとか、まあ、スーパーさんに置いてあるかなと思うんですけど、うん、今回ご紹介したいのはなんとこちらのご飯がついてるんです。缶詰にご飯がついてくる。缶詰がご飯についてきてしまったんですよ。ついてきてしまった。これ画期的ですね。これは本当に素晴らしくて、うん、まあバイヤーというお仕事柄ですね、まあ、発売前にご提案をいただくんですけど、まあ、まずこれご提案いただいた時に稲葉さんありがとうというのをまず思いまして、うん、なんで嬉しいのかっていうと、まあ、自分もそうなんですけど、まあ、本当にこれ常温でも美味しく召し上がれるカレーとまあガパオなんですけど、まあ今のこの仕事のまあ働き方とかでなかなかこうお昼の時間取れないっていう時が、まあ自分もよくあるんですけど、最近聞きますよね本当に ね、なんか忙しくなったのかどうかわからないんですけど、うんうん、まあ、本当例えば30分しか今日ランチ取れないなとかいう時に、うん、まあ一からね作る時間もないしお弁当買いに行く時間もないなという時にこう家にあるもので済ませようという時によくこの缶詰活躍するんですけど、うん、正直じゃ あタイカレーがあったという時にあご飯ご飯と言って冷凍庫開けて冷凍ご飯切らしてるじゃんとかあるあるですね。で、うん、あってもこれ今日夕飯にチャーハンにするようだわとか、でパックご飯も買ってなかったみたいなことがあると食べようと思ったんですけど選択肢から外れちゃうことが結構あってですね、それが今回こちらはもうカレーとガパオとしかもご飯がもうセットでついてるので、もうこの缶詰を買えば一食もう済むというところがすごくありがたいし画期的なんじゃないかなというところで、ぜひこれお勧めしたいなと思ってます。でですね、稲葉さんのこのカレーとかね、ガパを食べられた方もいるのかなと思うんですが、すごく味がまず本格的で、実は稲葉さんってタイのところで自社工場をお持ちで、で本当にこのガパオであれば、いわゆるフレッシュハーブを本当本場のフレッシュハーブ使ってたり、まあ、しますし、まず味がかなりクオリティが高い。わかります。私もこれ食べたことあるんですけど、ね、本当お店の味って感じですよね。お店の味なんですよ。本当に。で、まあね、今このご時世で、うん、なかなかもうむしろ海外にいつ行けるのかというところもあったりするので、まあ、ちょっとしたね、こう日々の、まあ、ランチの時に、まあ、思いをこう海外に馳せてもらうみたいな意味でも、すごく満足感の高い。いいですよね。本当に本格の味ですもん ね商品になってます、うん、はい。でちょっと早速、うん、中どんなものなのかっていうのね、気になりますよ。開けてみたいなと思いますね。
パッケージはこういう感じになってるんですね。そうなんです。でこれフィルムを剥がしていただくと、なるほど。こう二段重ねに。下がまああのいわゆるいつも売っている、いつも食べてる、見るようなカレーで、カレーですね。はい。で上にこのお米がついてます。でですね、このお米なんですけど、うん、なんとジャスミンライス。お、これは本格的本気だ。ジャスミンライスが、ね、本当だ。ね、ついてまして、うん、これあの自分もこう調べると由来って、うん、ジャスミンライスってなんか炊き方とかじゃなくて、うん、あのジャスミンのお花のように綺麗な白いっていうのが由来。なんで、うん、ぜひちょっとねそれも、うん、知ってもらいたいなと。白って長い感じですね。そうなんです、うん、で本当はあのパラパラしてて、うんうん、あのすごく食べやすいですし、うんうん、あのこのカレーとかガパオとすごく相性がいい、うん、甘い香りもして、まずこのジャスミンライスもすごくいいなというポイントの一つに、うんうん、本当ですね、なります。まさに本格派って感じ。はい。であの量なんですけど、だいたいこのご飯が 130g入ってるので、まあだいたいお茶碗まあ小盛りぐらいの量なの で、うん、でも意外に入ってるって感じです ね。ここを見ると結構入ってるような感じがするんですけど、だいたいお茶碗のまあ半分ぐらいの量が入ってますっていう感じですね。でまあこちらはもうおなじみのっていうところなんですけど、これですよね。本当に色も本格的なんだよな。具がこうねゴロゴロと入ってまして、うん、まあ、香りももうすでにこうしているんですけど、うん、食欲をねそそる香りがすごく特徴の一品になってます。で食べ方なんですけど、あのまずこのカレーはあの温めなくても十分美味しいです。このまま食べても美味しいですし、で、2つあってですね、まあ、1つはもうレンジでチンをするタイプですね。でこれあのこのままレンジに入れないで、これはあのお皿に、そうですね、別の容器に移し替え て、はい、ラップをかけてチンをしていただくと、はい、大体500ワットで2分チンしていただければ、はい、すぐですね、すぐ食べれます、はい、でもう一個が湯煎も可能です。で湯煎の場合は、まあ、沸騰した後に、うん、あの10分間あの温めていただければ、なるほど、美味しく食べれます、うんうん、缶詰のままポイって入れて、こう缶詰のまま温めていただければ、うんうん、なのであのテレワーク飯にさることながらキャンプ飯とかね、ああ本当だ、このままセットでもうね、うん、キャンプとかに持ってって、うん、お湯で温めても美味しく食べれるっていうのも、うん、いいですね。まあ一つポイントかなと。キャンプでカレーね、はい、それも本格的なのが食べられるのいいですね。そうなんですよ、うん、まああの自分なんかはね、うん、結構あのバクバク食べちゃうので、うん、夜食なんかでもあのいいのかなと、まあ、ご飯もね、うん、そんな多くないので、うんうんうん、っていうところで、まあ、湯煎も OK ですし、うん、電子レンジでチンも可能ですっていう感じですね、うん、であのちょっとこのご飯がですね、うんまあ、どうしても缶詰に入ってるので、うんまあ、移し替える時にちょっとこう取り出しにくいみたいなところが、まあ、あるんですけど、うんまあ、実際チンしてしまえば、うん、あの全くあのお店で食べてるようなあのご飯に戻りますので、うん、そこはご安心いただければなと思います。はい、ちょっと食べてみますか。食べてみましょうかね、うん、めっちゃ美味しい匂いがするんですけど、ちょっとねご飯がね、うん、ちょっとチンしてないの で、 そうです、ね、ちょっとご飯はあれなんですけど、うんまあ、ちょっとカレーをね、まあ、遠藤さん的にもご飯はチンした方がいいかな、ご飯はチンした方が美味しいかなと思います、うんうんうん、ではねちょっといただきたいなと思います。具材が大きいですよね。そうゴロゴロ入ってて、うん、ではいただきますね。いただきます。あのなんて言うんですかね、ヘビーユーザーなので、うん、もうこの美味しさ間違いないんですけど、あの昆布みかんの皮とかねあの使ってるので、すごくもう口に入れると、うん、もう香りがすごくこう引き立って、うん、ご飯が止まらないようなこんなもう美味しい味付けになってます。そうですよね、これ私も食べたことあるんですけど、パッと見なんか少なそうに見えるんだけど、あの味がねしっかりしてるから、うん、これで結構ご飯がいけちゃうんですよね。ご飯進んじゃうんですよ本当に危険な危険な美味しさ、ね、危険な美味しさなんでお気をつけください本当にっていうところですかね、うん、なのであの
まあ、本当推したいポイントたくさんあるんですけど、うん、まあ、あのご飯の缶詰って、うん、あのそんなになくてですね。そうですよね、私も見たことなかったです。そうなんです、うん、あのあってもこう本当にこう災害用の備蓄用である缶詰が少しあるかなっていう。でしかもこうなんだろうな、味付けされたご飯が結構多かったりするので、うん、おかずがまあそれにはないので、うん、まあ、そういう意味でいくともうおかずとご飯もうこれ一食すべてこれに完結してるっていうのも本当ですよね。これ持ってなんかお弁当的な感じですよね。これだけ持ってれば大丈夫みたいな。これだけ持ってればもうこと足りると思います、うん、っていう素晴らしい一品になっております。本当ですね。これねストックしとけばね本当にいろんな場面で使えますよね。 それこそキャンプ行く時もパッと持っていけばいいし、そうそうそう、何かの時のね本当災害飯みたいな感じでも全然いいですよね。そうなんです、うん、実際今ねこう災害とか、うん、まあ、いろんな天候がね不順だっていうのもあって、うん、こう日頃こう食べるものをちゃんとストックしながら、まあ、消費していくみたいな、まあ、ローリングストックっていうのも一つあったりするんですけど、まあ、そういうこう食べ方が、まあ、非常に合ってるのかなっていうのも思いますし、ぜひねこれあの一度はちょっとこのねカレーは食べたことあるよというお客様もぜひこのジャスミンライス付きの缶詰ぜひお試しいただきたいなと思います。で肝心のお値段なんですけど、今がですね428円で税込みで販売してまして、実はこのガパオと一緒にセットで今も販売をしてるので、いいですね。あの、まあ、まずセット品買ってもらって、うん、食べ比べてもらって、うん、で美味しいなと思う方をリピートしてもらうみたいなのも全然 OK かなと思いますので、ぜひこれあの、まあ、6月と言わずとね、あのこの先もあのぜひ活躍できる一品だと思うので、ぜひこの缶詰を食べて気分を上げていただきたいなと、そう思っております。ありがとうございます、はい、本当に珍しいしこうなんかこう役に立ちそうなアイテムでしたね。素晴らしい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。遠藤さんまたよろしくお願いします。またご紹介します。ありがとうございます。